それマイク位置が待て、ゲスト特別ゲスト、ただのバイトですけど、オープニング特別ゲストにゆりちゃん、ゆりちゃん、素人のゆりちゃんです、はい、よろしくよろしくお願いします。素人のゆりちゃんちょっと、まあ、僕も素人なんですけど素人のゆりちゃんってちょっといい響きですね。ちょっといいっすね。ちょっとじゃあオープニングコール、タイトルコールを一緒にお願いします。タイトルコールって何ですか？ふかチャンネル。ふかチャンネル。ね、始めましたね、ゆりちゃん。あれ今日第何弾でしたかね。22です。結構やってるんで22です。もうあれもう 22?22 です。いや、22が次上がるやつだから 23? いや、23その次上がるやつで24は、じゃあ25じゃない。25かそれぐらいですね、とりあえず。めっちゃやっとるか。そうっすよ、毎回パンテラだけで25回目まで。とりあえず進めていけばいいですか。やりましょう。今日は公開収録です。そうですね、今日公開収録、イエーイ。ありがたいですね。ね、そうっすね。言えよ、なんか。で、今日はこの間の続きですね。続きだから、なんか言ってって続きですよね。うん、続きですね。うん、ビャーン、ビャーンのとこ、脳札、ストレングス、ビヨンドストレングス、バーン、ね、ここでこうバーンって出るんですよ。ね、それの続き、ビャーン、ビャーンのとこ、とりあえず聞いてみましょうか。そうですね。はい。じゃあ、どうぞ。ビューン、今のビューンビューンってやつね。何それって顔してますね、皆さん。ね、思ったでしょ、そんだけみたいな。これはこの6弦8フレットで、5弦8フレットをイエーイ、アームでダウンして戻るときに9フレットに戻す、8フレットからってやるんですよ。8、9だから、まあ、ポジションは簡単なんですよ。だからこの落とす具合と上げる具合、こう優しくね、こうフィーンって、めっちゃ簡単じゃないですか。これ誰でもできますよ。これやってもらうのどうですか。ちょっとやってもらう。面白いですね。これやってもらったら面白いです。急フレだって言ったもんね。これなんで、なんで12フレぐらいを弾く。そう、そこだけだよ。結構誰でもできる。曲をよく聴いて、そのタイミングだけを合わせてくれればいいですよ。で、ダイムバックさんだとこの後ろにアームやるっていうのはまあセオリーなんで、こうやってやってもかっこいい。だからステージとかだともう動きながらやってるんで、こっちでも映えますね、そっちの方が、ね、リバーブカモン。俺なりに弾いてみた、イエーイ。さっきの
ゲストがちょっとなんか激しかったんでもっとこう微妙なねタッチを、顔は良かったんですけどねまあそんな感じでどんどん近づけていっていただければなと。さあ、どうでもいいですか。もう大丈夫です今日は。はい、じゃあ次回はソロですね。やっとソロ長いねこの回はね。パート何でしたっけ、4とか5でしたっけ。4ですね、これ。4、5じゃないのこの曲だけでこの曲だけで5か6。次やっとソロまで来ましたんで、出ますね、うん、ソロになった時はまたあのエフェクターが必要になりますんで、次回までに皆さんあのワーミーっていうエフェクターを買ってきてくださいよワーミーが必要になりますんでよろしくお願いしますね。じゃあそんなところで今日も公開収録ありがとうございましたありがとうございます。イエーイ。じゃあまたお会いしましょう。リバーブカモン。あ、入っとった。フカちゃんね